ドナルド・フォントルロイ・ダックは、アヒルをモチーフにした、ディズニーアニメのキャラクター。おじに、スクルージー・マクダックと、ルードビヒ・フォンドレイク教授、おいっ子に、ヒューイ・デュイ・ルイバオリ、彼らを総称してを、ダック・ファミリーと呼ぶ。1930年代から1950年代にかけて、ディズニーの短編映画の多くの作品で、主人公を務めた。加えて、 ダックファミリーが登場するアニメーションには、クワックパックや、ダックテールなどがある。現在これらの番組は、ディズニーチャンネルやディズニー XD などで、放送されている、ディズニーコメディタイムや、ミッキーマウスクラブハウス、ミッキーマウス、内で視聴できる。1934年6月9日、シリーシンフォニーシリーズの一作品である、賢い面取りで、初登場。 この作品では、脇役としての登場であったが、その独特なキャラクターから支持を集める。同年には、短編映画である、ミッキーマウスの短編映画シリーズの、ミッキーの芝居見物にて、ミッキーマウスと初共演を果たし、同シリーズ、ミッキーと犬泥棒では早くも、ピートと戦う役どころを演じている。それ以降、ドナルド・ダックの短編映画シリーズの制作が、 始まるなど、出演作品は170本以上を数え、ミッキーマウスの出演作品数を上回っている。ドナルドの主演作品の中で、相当の顔が1943年のアカデミー賞で短編アニメ賞を受賞した。ドナルドの夢の声での声変わり後の声は、レスリー・デニソンが演じている。ダック・テイルズリブート版での子供時代の声は、 オリジナルのヒュイ・デュイ・ルーイ役だった、ルシー・テイラーが演じた。2006年、パーム・スプリングス・ウェア・ー・ミュージアムにて撮影、ドナルド・フォントル・ロイ・ダック・ディズニー短編集では、様々な職業に就いているが、本業は、アメリカ合衆国海軍軍人である。第二次世界大戦中の従軍経験あり、ダック・テイルのプロローグでは、彼が、 航空母艦に配属され長期航海に出るシーンが描かれている。釣りとゴルフを好む。得意な楽器はマラカス。老いっ子たちと生活している時は食事を作ったり、短編作品ではホットケーキを作ったりもしているので意外にも料理上手らしい。人をからかうことが好き。短期の性格であり、ディズニーキャラクターの中で気度哀楽が非常に激しい。また、 傍若無人で、自己中心的な上とても騙されやすい。かなり短気な、性なのか、口調は、子供っぽいが、かなりの毒舌である。彼は、気象が激しく、先行にて述べた、ハウス・オブ・マウス内では、気に入らない相手を、マス移住で撃ったり、同番組内で放送された、ハウス・シッターという作品では、ピートの態度が悪かっただけで銃を構えるシーンも、見受けられた。 一部の作品では、悪役として登場させられたり、いたずらをしたり、ずるをしたりするため、大抵の場合は、ドナルド自身が、しって返しを食らってとことんひどい目に遭うことが多く、特に、チップとデールとの共演作品ではほとんど、悪役的存在として描かれ、毎回と言っていいほど散々な結末で終わる。そのため、 ミッキーをはじめとする共演者からは、悪い印象ばかりが目立つが、根は、気の良い性格でやりすぎたりすると反省したり、悲しんでいる人がいると気を使ったりするなどの一面も、ある。また、短気な印象が強いが、相手があまりに強いと弱気になる昇進な一面もあり、クワックパックや、ミッキー、ドナルド、グーフィーの三重視ではその部分が強調された。 ディズニー各作品では知らない相手に、誰だと身分の上下関係なく言う。また、これを目上であるナレーターにも言う。ライバルや宿敵は、ピート、ジェイ・ジョーンズ、グラッド・スターン・ガンター、ケント・パワーズ、フリント・ハート・グロム・ゴールド、チップ・とデール、アルゴス、ハンフリー・ベアー、アラク・アン・バード、ハチ、ビーバー、ロバ、コトリ、モグラ、ムササビ、 ペリカンなど数えきれないほど存在しているが、近年の作品では、親友のミッキーすら、ライバル視している部分が多く、クラシックシリーズでも敵対した回がいくつかあり、ミッキーマウス・マーチの一部のバージョンでも、たまに自分の名前を言っており、そのため二人の関係は、親友というより、悪友に近い。日本語吹き替え版における一人章は、僕。しかし、ポニー版やバンダイ版など、 オリジナル版ではない声優は稀に俺や俺様になることがある。標準的な服装は上半身のみのセーラー服にセーラー帽。初期から服につけているものがボタンから蝶ネクタイへ変わっているものの、それ以外はあまり変わってはいない。だが、トゥーンタウンではライフガードのような服装で青地に黄色の縞模様の服になっている。クワックパックでは アロハシャツを着用している。普段着では下半身は何もつけていないことが多いが、入浴の時は逆に、上半身裸で下半身にタオルを巻いていたりする。アヒルの鳴き声そのままの声を思わせる感高く、騒がしい声。アニメの中でも、ミッキーマウスやグーフィーに対して話しても一部通じず、話を聞いてもらえないことも多々ある。ドナルド本人も長年の悩みである。 ドナルドの声を扱った以下のような短編映画がある。クワックパックでは、ピーナッツバター入りガーリックトーストが好物ということになっている。主演ゲームでは、ミルクシェイクが好物という設定があった。ドナルドの声は前述の通り極めて特徴的だが、この声が人間がヘリウムと酸素の混合気体を吸い込んで発生したものに非常に似ているため、 ヘリウムを吸い込んだ時の声の変化のことを俗に、ドナルドダック効果、または、ドナルドダックボイス現象と呼ぶ。これを実現するための機体を詰めたボンベが、パーティーグッズとして市販されている。純粋なヘリウムを使用すると窒息に至る可能性があり、専用に用意された機体を使用しなければ危険である。ありがとうございます。